私の名前は都、59歳です。子供たちは結婚してそれぞれ近郊に家を持っています。なのでガランとした昔ながらの古い家に現在は夫と二人で住んでいます。いいえ、住んでいるというか同居していると言った方が近いかもしれません。半年前から家庭内別居生活を送っているのです。私と夫は一緒に住んでいても食事は別々で会話も全くありません。家庭内別居となる原因が勃発した後、しばらく夫は自分の事務所で寝泊まりを続けていました。夫は法律関係の仕事をしており、以前から仕事が詰まると事務所に寝泊まりはしていたので、自然の流れから別居という形になったのですが、夫が事務所から戻ってきて、今は同じ屋根の下で別々の生活を送ることになり、互いに気詰まりでたまりません。この家は夫の実家です。別居の原因を作ったのは私ですから、本来なら私が出ていくのが筋なのでしょうが、一人になるその勇気が私にはありませんでした。思えば新婚からずっとこの夫の実家にいました。私の実家は両親が相次いで他界した後、兄弟たちで話し合ってすでに売却し、今は大きなマンションが建っています。私にはここを出たら戻る家がないのです。夫の両親と一緒に暮らすことは結婚前からの約束でした。夫とは大学のサークルで知り合い、私が一目惚れをしてアタックしました。法学を学び大学院まで進んだ夫は、司法試験に臨む傍ら、後輩のために時々サークルに足を運んでくれたのです。女子学生はみんな夫に夢中でした。夫の法学のアドバイスよりも別の意味で近づきたい、そう思って密かにアタックしている女子もたくさんいました。私は目立たない方だったので、そんな自分にチャンスが巡ってくるなんて想像もしていなかったのですが、でもそんな私にチャンスが訪れたのです。いつも通りのサークルでの飲み会で、いつになく夫は沈んでいました。長年付き合っていた彼女と別れたとか、そんな噂も流れていました。トイレに立った時に洗面所で苦しそうにうずくまっている夫を見て、びっくりした私は介抱しながら一旦店の外に出ました。私の友人もお酒に弱くて、こんな時は少し外の空気に触れるだけで気分が良くなるらしいことを学んでいたからです。外のガードレールにもたれるようにしゃがみ込んだ夫の背中をさすりながら、しばらくそうしていました。俺の服を持ってきてくれ。そう言われて私は店に取って返し、夫の服とついでに自分の持ち物も持って、他の仲間にわからないように店の外に出ました。もう少し夫と二人の時間を持ちたかったのです。でもまさかそのまま夫と深い関係になるとは夢にも思わなかったのですが、翌朝ホテルのベッドで驚いて起きた夫は、昨夜の私と何があったか一目で察して、私にごめんと謝りました。私はこれは演技でも何でもなかったのですが、謝られたことで逆に惨めになりました。遊びでも何でもよかったのです。私は好きでしたから。それなのに夫が後悔しているようなそんな顔で謝られて、無性に悲しくなり夫の前で泣いてしまったのです。それが夫の何かを動かしたのかわかりませんが、それから私たちはお付き合いをするようになりました。夫が前の彼女と別れた原因が両親との同居がネックだったと聞き、私は即座に言ってました。私だったらむしろ喜んで一緒に暮らすわと。それもその時は本気で思っていたんです。大好きな人と一緒に暮らせるならその親とだって大丈夫だと。しかしその結論は結婚後にずっと私自身を縛りつけるものになりました。結婚して同居するようになってから、夫の母の私への態度が一変しました。感情の起伏が激しくて独占欲の強い人でした。夫をとても可愛がって育ててきたことを全く隠そうとはしません。でも夫や義理の父の前ではそんな態度は微塵も出しませんでした。自分の言ってることやってることがおかしいと多分自分でも分かっているのだと思います。他の家族、特に夫の前では最高に優しいいい姑を演じていました。その辺はとても巧妙だったのです。
陰で母からされたり言われたりした陰湿なことは夫には何一つ言えませんでした。夫がかなりの母親思いの息子だということは、そもそもそれが原因で好きな彼女と別れたぐらいですから、肝に銘じていたんです。どうせ言ったとしても理解されない。むしろ母の文句を言ったら逆に夫に嫌われる、そう思っていました。母は私以上に健康に気を使い、ご近所の方たちとも積極的に交流していましたが、急な病で倒れ、介護が必要な体になりました。私は介護の大変さよりも、これでやっと母の私への感情が和らぐと、密かに心の中で期待していたのです。でも実際には母の私への態度はますます悪化しました。何も思うようにならない、そんな苛立ちをぶつけてきたのです。夫は私に優しくしてくれました。それは結婚当時から何も変わりませんでしたが、特に母の介護を始めてからはなおさら優しくなりました。申し訳ないという気持ちがあったのだと思います。ただ私はその優しさにどうしても満たされない寂しさを感じていたのです。夫と迎えた初めての朝、謝られたあの感覚に似ていました。夫が求めているのは女としての私ではなく、何かの代用なのではないかといつも頭をよぎってくるのです。新婚時代から夫婦の夜も思うように楽しめませんでした。私たちのすぐ開花には母が耳をそばだてていると思うと気になって声も押し殺し、感情も最小限に抑えて早くことが終わるように考えていました。そんな私が相手で夫もつまらなくなったのでしょう。いつの間にかお誘いもなくなったのです。でも夫の優しい態度は全く変わらず、以前にも増していたわってくれました。そんな夫婦生活を送りながら二人の娘を育て上げてきましたが、そんな女としてのモヤモヤを抱えていたので、二人にとっていい母親とは言えなかったと思います。それに介護で手一杯だった私にとって、子育てに向ける余裕なんかありませんでした。二人とも学校を出るとさっさと家を出て行き、結婚も勝手に相手を見つけ、その後も交流は薄いままでした。母の介護は言葉で言い表せないぐらい、私にとって過酷でしんどいものでした。私にわがままを言い続け、そのエネルギーを糧にしていたように、生きることに執念を燃やしていた母は、最後まで優しいねぎらいの言葉もなく、やがて霊山に旅立ちました。私はすでに58になっていました。私の結婚生活は30年以上、母との確執を続けていたことになります。葬儀の様々な手続きを済ませ、やることがなくなると、私は気が抜けたようになりました。さあこれから自由だ、そう思いましたが、何をすればいいのか何も浮かばなかったのです。そんな状態の中で私はとんでもない行動を起こしてしまいました。今から考えてもなぜそんなことをしたのか自分でもわかりません。スマホの LINE に同級生から連絡があったのが発端でした。かなり前に出身大学から通知が来たのですが、返信も出せずにいたので、役員をしている友人から連絡が来たんです。内容は開校記念日を祝してというものでしたが、要は寄付集めでした。わずかばかりの金額でもあったので、同意した私は、その友人としばらく懐かしい話に花が咲きました。それがどこでどういう風になったか、いつの間にか私たちは会う約束をしていました。住んでる地域が比較的近かったこともありますが、翌週には彼と向かい合わせで食事をしていました。顔が広い彼から友人たちの近況報告を聞いたりして、久しぶりに笑いました。なんとなく心や体が一気に開放的になっていったのを覚えています。しかしその後の展開は短絡的だと責められても仕方ないものでした。数回ほど会った彼と昼間から誘われるままホテルに行ってしまったんです。彼も結婚しているし、たった一回だけでしたが、終わった瞬間、我に返った私は、猛烈な罪悪感に襲われました。私は結婚前から日記をつけているんですが、自責の念からそのことを正直に書いてしまったんです。そしてあろうことか、夫に日記を見られてしまったんです。それからのことはよく覚えてないですが、
はっきりとした結論が出ないまま、私と夫は家庭内別居を続けたままでした。私が全面的に悪いのだから、夫が離婚を言い出したら従う覚悟でしたが、夫は何も言いません。子供たちも私たちがおかしいことに気がついたようですが、仕方ありません。でも最近になって夫の態度に変化が出てきたのです。ぎこちなくはありましたが、私に向ける眼差しが少し優しくなりました。後から分かったのは、どうやら子供たちが夫に意見したのです。幼い頃からずっと家で小さくなっていた私を、二人とも反発しながらも、自分たちが母親になって、私の立場の辛さに目を向けていてくれたようです。夫は娘たちから責められても、私の浮気のことは一切何も言わなかったようです。親には最後まで添い遂げてもらいたい。娘たちからそう言われて、私は目頭が熱くなり、涙が頬を伝って流れました。夫が好きな料理を作って、夫の笑顔が本物になるまで待とうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。後悔は先に立たずと言いますが、ほんの些細なきっかけでも、その条件に飲まれて思いがけない行動をとってしまうことも時にはありますよね。皆さんは後悔した経験はおありですか？よかったらコメントお願いします。まだチャンネル登録をされていない方は、ぜひ登録して他の動画も見ていただけたら嬉しいです。私はまさき60歳。舞台役者をしています。長くこの世界にいて、いろんな経験をしてきましたが、去年とんでもないことがありました。それはあまりにも衝撃的で、私にとって悲しい事件でした。目の前で先輩の役者が警察に逮捕されたのです。忘れもしません。事件は去年の7月に起きました。市からの依頼で、所属事務所が芝居の興行を引き受けて、私が座頭で一座を組むことになりました。そのメンバーに私が尊敬する先輩役者の生久さんがいました。彼は若い頃から才能に恵まれ、70歳半ばの今は円熟した演技ができる素晴らしい役者です。ただ、お酒が大好きで、言うと、散財する癖がありました。遺言のお金は持たない。これが彼の口癖で、私も昔散々おごってもらいました。でも、その酒癖が彼を破滅に導くなんて、あの当時は知る由もありません。舞台の初日は、各楽屋の挨拶回りがあるので、あの日私は早めに劇場へ行きました。楽屋に入るために舞台袖を通りかかった時、見慣れないスーツの男たちが舞台にいたのです。劇場関係者ではありません。不審に感じて近づくと、男たちは誰かを取り囲んでいました。囲まれていたのは三木久さんでした。何かいざこざがあったのかと声をかけましたが、男たちは私を無視して、三木久さんを連れて行こうとします。私が慌てて止めに入ると、中の一人が私を制しました。理由はわかりませんが、本番前の役者を連れ出すなんて、許せるはずがありません。なので、その旨を男たちに伝えて、三木久さんを取り戻そうとしたら、一人が私の前に立ちふさがり、冷静な声で私に告げました。我々は警察です。彼を逮捕に来ましたと、何を言われたか理解が追いつきませんでした。男は手帳ではなく、首から下げた身分証を見せます。確認すると、東京の警察でした。頭が追いつかず、私が呆然としている間に、三木久さんは手錠をされ、司法刑事に囲まれて、連行されていきました。声をかけることもできません。何をしたのか尋ねると、窃盗で指名手配されていて、行方をくらましていたが、
情報を拒んだ警察が初日の今日確保に来たそうです。そう聞かされて衝撃が走りました。私は新人の頃に力久さんに会いました。所属した事務所の講師だったのです。当時の彼は映画やテレビ舞台などで活躍していましたが、とても気さくな人でした。その上、面倒見が良く、稽古終わりに後輩を率いて居酒屋などで奢ってくれました。当時金のなかった私は彼に甘えてばかりでした。彼の稽古は厳しく高い技術を要求されました。でも優しい人で頼りがいがあり、よく相談に乗ってもらいました。一度壁にぶつかり自分の限界を感じて本気で役者を諦めたいと彼にこぼしたとき、役者の才能はうまさじゃない、覚悟だけだと言われました。できなくても笑われてもやめないこと、どんなにできるやつでもやめたらそこで終わり、下手でもやめない、諦めなかったやつが本物だと、だから続けろ。あの言葉がなかったら今の私はありませんでした。その恩人がどこで間違って窃盗犯になったのか、私には全く理解できませんでした。それからが大変でした。商業舞台のメインキャストが初日にいなくなったのです。役者やスタッフは大慌てでこれからどうするか検討しました。体制が整うまで延期という意見も出ましたが、コロナが収束後、第一歩目の大切な舞台、一日たりとも無駄にしたくない、その意見が多数を占めました。不幸中の幸いと言いますか、幹久さんは体調を崩して稽古に出られない日が多く、代役を立てて稽古をしていました。その人を代わりにして本番に臨むことになりました。決まってからも大変です。短い時間でセリフと動きの確認、スタッフは関係者へのお詫び、役者変更のために必要な手続き、限られた時間の中、皆は走り回りました。そのおかげで少し押しましたが、無事に初日の幕は上がりました。その後は何事もなく1ヶ月公演が終わりました。しかし私も含め皆が幹久さんを心配しました。私たち役者が尊敬する彼がなぜそんなことをしたのか、本当のところはわかりません。幹久さんの後も何一つわかりませんでした。ただわかっていることは、彼は役者を続けられない、それだけは確かでしょう。そして半年ほど経ったある日のこと、幹久さんのマネージャーから私に連絡がありました。内容は彼がなぜお金を盗んだか、それは全ての役者や関係者、全国民に降りかかった災難、コロナが大きく関わっていました。コロナが流行った当時、演劇界は全く仕事がなくなり、稼ぎがゼロになりました。それがほぼ2年続き、役者やスタッフはどん底に落とされました。食べられなくて辞めた者もたくさんいます。幹久さんは仕事がなくなりました。なのに彼は食べられない後輩を何度も呼び出し、食事に連れて行き、すべておごってきたそうです。そしてある日、行った先の飲食店で酒類の提供を強要して警察沙汰になりました。そのせいで彼は事務所を辞めたそうです。その後彼は別の仕事に就きましたが、肌に合わなかったのか長続きしませんでした。すでにこの時点でお金はなかったはずです。それに当は年金を納めてなかったので、受け取り資格がありませんでした。切羽詰まった幹久さんは、町を放浪した挙句、車からカバンを盗んだそうです。それから方々を泊まり歩き、金がなくなると窃盗を繰り返す。
そんな生活を送っていたそうです。しかし芝居への未練からか、舞台に立たせてほしいと私の事務所に連絡があり、今回の出演が決まったと説明されました。これは憶測ですが、出演者や事務所の SNS に彼の顔写真と名前が上がり、逮捕につながったのでは、そんな気がします。私は若い頃幹久さんに世話になりました。なので今からでも彼の手助けをしたい、そう思い元マネージャーに連絡先を尋ねました。でも幹久さんが拒んでいるので教えられない、今は距離を置くしかない、だから待ちませんか、そう言われました。仕方ないことです、わかりましたと私は電話を切りました。それにしてもです、せめて年金があればこんなことは防げたかもよ、そう思えてなりません。年金を納めている役者は多くない気がします。理由は年金が納められるほど稼ぎがないから、若い間は特にそうです。でも私は何とか納めてました。繰り上げ受給の申請をしたので間もなく受け取れます。受給額は高くありませんが、家賃は払えるので助かります。そして年が明けて春になり、地方に巡業に行った時でした。何気なく開いたホテルの朝刊に幹久さんのことが載っていました。驚いたことに、また窃盗で逮捕されたのです。女性のカバンを奪おうとして取り押さえられた。記事としては小さいですが、彼の名が新聞に載っていました。私はその記事を読んでとても悲しくなりました。結果的に私は力になれなかった。悔しさが募って深いため息が溢れます。酔い腰の金は持たない、若い頃からそんなことを言い散財しまくった彼の晩年の人生はコロナで全て破綻しました。本当に悲惨です。胸を引き裂かれる思いとともに私は新聞を閉じました。私の名前は陽子、64歳です。夫とは数年前に熟年離婚し、今は一人で都内に暮らしています。離婚の理由は夫曰く、私との性格の不一致だそうです。特に夫の浮気とか、経済的な不和とか、そんなものはありませんでしたが、私たち夫婦はずっと家庭内別居でした。子供たちがまだ家にいた時は、それでも一応家族としての体裁は整えていました。夫は社会的な立場から、私はご近所とか友人や知り合いへの見栄からです。何もしなくても一緒のベッドに入っていましたし、子供たちの前では普通の夫婦をうまく演じてきたつもりです。でも子供たちが次々と独立して、二人っきりを自覚するようになると、もう息苦しくてたまらなくなりました。それは夫の方も同じだったと思います。それでも互いに60を過ぎた今になって離婚するとは思いませんでした。世間一般の夫婦は結婚生活もやっと落ち着いて二人で穏やかに過ごし始めるそんな時なのに、でも子供たちが出ていく時に言ったんです。もう二人とも自由にしたらと。子供はよく見ていたんですね。結局その言葉がきっかけで夫と相談し、双方に負担なく円満に離婚したのです。おかしなものですが、最後になって夫のいいところが少し見えた気がしました。私たちは共働きだったので、家を含めた資産を分配し、夫は郷里の実家に戻り、私は都内の小ぶりなマンションに引っ越しました。夫が戻った郷里は私の生まれ育ったところでもあります。夫とは地元の中学の同級生で、
卒業後の同窓会で再会し、そのまま結婚したのです。私の実家はすでに両親は他界し、姉夫婦がついで住んでいました。姉には翔太という一人息子がいます。翔太は35歳でまだ独身です。そんな彼がマンションを訪ねてきました。本社のある東京に研修で来たとのことです。姉が一人暮らしの私を気遣ったらしく、翔太に様子を見てくるように頼んだらしいのです。私は10年くらい実家に帰っていなかったので、翔太と会うのも10年ぶりでした。私のマンションにやってきて、翔太を見て思わずドキッとしました。あまりに大人っぽくなっていたからです。顔や体も引き締まって立派な社会人に成長していました。最後に会った頃は確かまだ学生っぽいところが残っていたように覚えています。目の前に立ってる姿を見た時、こんな言い方をするとかなり下品ですが、男盛りというかたくましさが溢れていて、思わずクラクラとめまいがしそうでした。挨拶だけ済ませて帰ろうとした翔太を慌てて引き止めて、急いで食事の用意をしました。せっかく私のことを気にしてわざわざ寄ってくれたのに、何ももてなさないまま返すわけにはいきません。姉たちの様子も聞きたかったし、それに翔太ともう少し話したかったのです。離婚してからも仕事は続けていたのですが、職場の同僚たちとは最近あまり話さなくなってました。離婚する前は同じ立場の働く主婦仲間として、旦那の愚痴やら何やら共通の話題もあったのですが、離婚してからというもの、腫れ物に触るような感じで以前のようにはいかないのです。それはそうです。孫の話やら夫婦の夜の生活やら、そんなごく日常の何気ない家庭の話題をしていたのですから、そこに離婚なんて深刻な話はどうしても避けられてしまいます。相手が年齢の離れた翔太でも、誰かと一緒に食べたり話したり、そんな時間は久しぶりで嬉しかったのです。誰かのために食事作りなんて何十年ぶりでしょう。元夫と私は勤務時間が違っていたこともあって、夫も私もそれぞれ外食で済ませてました。たくさんのご馳走に目を輝かしながら嬉しそうに食べてくれる翔太に、こんな毎日をもし送っていたら離婚なんてしなかったかもな、なんて考えていると、翔太は先ほどから不安そうにスマホを動かしています。どうしたのか聞いてみると、今夜の宿をネットで探していると言います。研修は1ヶ月の予定でした。研修中は会社が用意したホテルに滞在するそうなんですが、何かの手違いでホテルが用意されてなかったのです。近場のホテルを探しているけど、なかなか高くて、と情けない顔をしていました。私はつい行ってしまったのです。うちに泊まりなさいよ、と。行ってしまってからハッとしました。いくら老いとおばとの関係とはいえ、男と女が一つ屋根の下に泊まるなんて常識がないと思われるかも。そう思って慌てて訂正しようとしましたが、翔太は屈託のない満面の笑顔で、おばさん助かると言ったのです。結局その日から翔太は私のマンションから研修に通うことになりました。それはいいホテルが取れなかったからではありません。実は翔太が泊まった翌日の朝、私が提案したんです。私は翔太と一緒にもう少し楽しい時間を過ごしたかったし、翔太にとっても食事代やホテル代も浮くので、ここから通えば、と。とはいえ、無理強いはしませんでした。泊まってもいいのよ、ぐらいに軽く言ったんです。若い翔太のことです。せっかく東京まで来たんだから、夜遊びもしたいだろうし、こんなおばさん相手じゃつまらないに決まってますから。でも、てっきり断ると思った翔太は、また目を輝かして喜ぶんです。本当に可愛ったらありませんでした。それからの毎日は、まるで初めて家庭を持った時みたいでした。仕事帰りにいそいそと翔太のために食材を物色して、夕飯の下ごしらえをしたり、洗濯をしたり掃除をしたり、翔太の帰りを楽しみに待ちました。職場の人と飲んで帰るときは遠慮しないでね、そう翔太には言っておきましたが、彼はどこにも寄らずに毎日まっすぐ帰ってきました。研修は年齢層が高く、立場も違うので気軽に飲みに行くような相手はいないよ、と言います。
私たちは毎日二人で食事をしながら、一緒におしゃべりをしたり、映画を見たりと、楽しい時間を過ごしていきました。そうするうちに、私の中で翔太に対する特別な感情が芽生えてきたのです。はっきり言って翔太は、私の好みのタイプでした。肩幅ががっちりして、声も好きでした。こんな気持ち、いい歳して恥ずかしい、そう思いましたが、翔太とふとした瞬間に触れたりすると、体に電流が走ったように感じてしまうのです。話が途切れて沈黙があると、心臓の音が聞こえそうでした。夫と別れて身近に男性がいなかったから余計に敏感になってしまったのかもしれません。いろいろ話をしているうちに、翔太には1年以上彼女がいないことが分かりました。そんなことを私に打ち明けるなんて、翔太ももしかしたら、私と同じく敏感に感じてる？私は期待してドキドキしながら酔っ払っていたので、酒の勢いも借りて思い切って翔太に言ってみたんです。私としてみる？と。翔太は返事の代わりにゆっくりと顔を近づけてきました。そしてそのまま。今回その話は割愛しますが、その夜から私たちは翔太の研修が終わるまで毎晩同じ布団に寝ました。そして1ヶ月があっという間に終わり、夢のような素敵な時間も夜も終わりました。帰る前日は休みだったので、無事研修が終わってお祝いだと言って、朝から豪華な料理を用意しました。でも翌日帰るはずだった翔太はもう1日引き延ばしてくれて、最後の最後まで私は夢のような時間を過ごすことができました。翔太はこれから時々出張で東京に来るそうです。その時はまた私のマンションに泊まってくれると言いますが、彼女ができたらそうはいかないなとさすがに自覚しています。ただ、翔太のおかげで人肌のぬくもり、その優しさをひとときでも味わい、思い出すことができた私は恋人探しでもしようかな、そんな思いに駆られてきました。ご視聴いただきありがとうございました。離婚後の生活は人によっても捉え方が違うようですが、慣れるまで時間がかかる方も多いと思います。いくら離婚する関係とはいえ、今まで2人でいたのが1人っきりになると、心身ともに思った以上の孤独感を感じられるのかもしれませんね。そんな時、人との予期せぬ出会いや刺激が新しいスタートの後押しをしてくれることもあるのではないでしょうか。皆さんは人との出会いや再会での思いがけない体験はありますか？よかったらコメントお願いします。今回割愛したおまけのお話を限定動画で配信していますので、ぜひメンバーシップに加入して視聴してみてくださいね。